はい、カメラマンの石山です。今日はですね、12月の24日木曜日です。 RF50mmF1.8STM 発売日ですね。無事に手元に来ました。おります。そして、あの 85mm の F2 のレンズもこういうパッケージで入ってましたね。L レンズだともう少し厳重なパッケージがされてるんですけども、この辺はやはり STM で、 L レンズではないところですごく簡易的な包装になってます。まあその分ね、安いっていうのもあるんですけど、軽いです。非常に軽いです。本当に軽いですね。ここ結構深いですね。後ろの玉がですね、結構深いところにあって、だからレンズとしては本当にこう薄い感じになりますかね。ここはですね、やっぱり見にくいので、ちょっと後でシールをですね、白く貼っておこうかなと思います。で、無事にフードも別売りですけども、購入することができました。あ、フードはね、なんか思ったより大きくはない。あ、ちょうどなんかね、いい感じですね。赤いマークと赤いマークを合わせて回すっていう感じですね。はい、こんな感じです。ボディをね、せっかくなんでちょっとつけてみたいなと思いますけども、今撮ってるカメラがですね、 EOS R なので R6 の方につけてみたいと思います。はい、 EOS の R6 を持ってきました。 R6 です。これにですね、まあレンズちょっとつけていこうかなと思います。まず後ろキャップを外します。そして斜め45度ぐらいでボディをですね、まあ、つけるというふうによく皆さん言いますけども、まあ実際そうなんですけどね、これが一番ホコリが入りにくいというレンズの装着ですね。やっぱちっちゃいですね。すごくあのいいですね。出っ張りもなく、ホールド性もよく、なかなかホールド性もいいですね。なので結構いいんじゃないかなと思います。フードちょっとつけてみます。フード作るとね、フードの位置がここに赤いマークがあって、ここに赤いマークがあって、合わせて、そして回すと、こんな感じです。まあフードつけてもすごく小さくていい感じです。あ、いいですね。そしてこのリングがですね、フォーカスリングとコントロールリングの、切り替えで使うということですね。こうすると、私の場合は ISO を割り当ててるので ISO に、を変えることができますけども、ここクリック感がなく普通に回ります。というのがもうフォーカスの方も兼ねてるので、ここはすんなりと回ってしまいます。まあ、普段オートフォーカスを使うことが多いので、コントロールの方にしておくのかなという感じはしますけども、そこはですね、まあボディ内でやらずにここでね、すぐにできるというのはとってもありがたい機能ですね。でちょっとですね、フォーカスがどのぐらいの速さで来るのかというのをちょっと試してみたいなと思います。このこれですけどね、これをちょっと置いてみて、で電源オンです。
今フォーカス来てません。30センチまでというふうになります。これちょっと無理かな。このぐらい30センチは30センチこのぐらいですかね。このぐらいですね。一回フォーカスずらします。このぐらいでした。行ってみます。早いですよね。で、私はフォーカスをワンショットではなくて AI サーブにしているので、こうですね、しているので、これでどのぐらいこう追いかけてくれるのか。近いところでこれだけ早くね行ってくれるなら、まあまあ早い方ではないかなと思います。はい、ピントもバッチリバッチリ来てる、来てるけど手ブレ補正を入れてないのかもしれない。あ、入ってた。入ってました。ということはブレないで取れるはず。そうですね。ピント大丈夫そうですね。ちゃんと来てるようです。このサイズだったらなんかいつも持ち運んでてもいいかなって気になりますね。非常にいいですね。まあフード外すと寄りの時は前玉がこうやって出てますけどね、オフにすると自動でしまうっていうふうに設定をしました私は。まあそんな感じでなかなかいいんじゃないでしょうか。軽いです、ほんと軽い。まあね、普段は多分フードをつけて持ち歩くことになるので、まあ逆付けもできますね。なのでまあこれで普段持ち歩いて撮影の時に、はい、こんな感じです。はい、改めまして石山です。まあそれでちょっとね追加のお話ですけども、このレンズのですね前のこの玉がですね、なんか見てると小さいなと思って、よくよく見るとですね、このレンズキャップが43ミリなんですね。43ミリでした。で43ミリって久しぶりに見るなと思って、EF の、50mmF1.8STM のレンズをですねちょっと引っ張り出しました。これそうなんですけども EF ですね。これも軽いんですけどね、まあ意外とお気に入りの一本なんですけども、レンズキャップだけで見るとですねこのぐらいの差が出てます。こっちが RF EF、49mm と 49mm と 43mm、 結構ね違いますよね。でフードに関してはですね、これが EF の 50mm のフードです。でこれが
RF の 50mm のフードです。ここに書いてるのかな。 RF はこっちの方にちょっとだけ書かれてますね。結構ね、あのサイズ違うんですよ。サイズ違ってます。すっぽりとね入っちゃうぐらいです。なので、まあ、いかにこのミラーレスの RF50mm が小さいかっていう感じなんですけど、まあここで見るとね、50mm ここ結構中グッと入ってきてるんですけど、レンズがね前の玉が結構奥に入ってるんですけど、これはね結構すぐにあるんですね。だからこの辺のまあ設計の違いとかもねあるんですけども、まあとにかくどちらも軽くて、とても私は好きなレンズなんですけども、これからですねちょっと写りとかもねどういう違いがあるのかなっていうのを、少し検証していこうかなというふうには思います。普段ですね私がいつも持ち歩いてるこのカメラバッグを使うんですけども、ショルダーの、ね、タイプ でこの中に何が入ってるかというと、まあ、XE3 を入れてるんですね。こうやってスポット入るんですけど、でそれがですね、この RF レンズ、まあ、フードもですね逆さにしておけばなんとなくすっぽりと収まりよく入りそうです。入りました。収まりよくですね入りました。なのでね、まあこれ結構持ち運び楽なんで、これから少しですねこの RF の 50mm をつけて、R6 か R か、まあ、どちらかでですねちょっと撮影をスナップショットをですね、していこうかなというふうに思ってます。まあ基本的にねスナップショットというか、まあ、街のスナップなんかは今この XE3 がお気に入りなんですけども、ちょっとね、せっかくなのでこの RF50mm と、R6 の組み合わせか、もしくは R との組み合わせですけども、少しですね撮影をしていこうかなというふうに思います。ということで、また写真はですね撮れた時にアップしたいと思います。ありがとうございました。